さあ、じゃあどうすり合わせていこうかっていうところだけど、今のところもう多数決でいったら4は柳さんになるけど、はい、ケバブ的に、はい、ノーならもう戦ってもらって、いえ、喧嘩せずで論破。これでもおもろいのが、はい、めっちゃ信頼してるっていうわけでもない みんなの意見聞いてて、ね、うん、わけでもない福谷さんを全員帰ってるっていうのはちょっとおもろいですか。いやー、まあ、やっぱあの王の柳福谷っていう、僕らでね、沖縄キャンプ見に行った時に、うん、宜野湾のベイスターズ戦でやっぱ福谷投手見てっていう印象がやっぱあるんかもしれないですね、うんうん、いや、いいピッチャーやな、はい、すげえよ、もう先発になってなお先発を選んだんやなって思いましたね、うん、知り上がりに調子上がっていくというか、そうそうそう、ね、で、柳さん、小笠原さんかなとも思います、うん、4番目、柳さん投げて、で、上村君と田さんは小笠原さん5番、僕もまあそこなんですよね、まあ、ほんまに左右の兼ね合いもありますし、うん、まあ、3番目じゃなくて、まあ、5番目小笠原さんっていうのはやっぱ6番目はやっぱり、まあ、一番未知数な人がそうから明日が大野さんやから、まあ、最悪早いイニングで崩れても中継ぎを送り込めるっていう場所やから、うんうん、いやね、6番手で山本君いい感じしますけどね。いや、6番手山本くんが、うん、はい、岡野さんは、まあでもそこっすよね、岡野さんが、うん、岡野さんか山本くんかっていう、俺は岡野さん入れんでやったら外すのは梅津さんか山本くんになってくるか、そこで接点のが岡野さんと山本さん、うん、サール投手一人だけ、はい、で勝野投手も一人だけ、うん、そこは入ってこないと思う、ね、入ってこない可能性あるただどうせ伸びるやろとこっからまあもちろん自分の意見簡単に曲げんなようるせえな分かれんだよ俺分かれんだよ言葉尻は強いけど分かれんだ俺で、結構言えるタイム情報ですけど、はい、今日ファームで梅津さん投げてて3回無失点、うん、あら、うん、あらだから徐々に上がってはきてる、あの開幕がずれたっていうのを考えると、まあ、梅津さんは僕は梅津さんは確定としてはどこ行こう、まあでもで、ね、ってなったらもう2か3しかないかなと思うんですけどね、僕は、うん、2番目か3番目確かにな、うんうん、俺5はないです、 5はもう僕柳さん小笠原さん、まあその左右のことを考えてやっぱ右左右かな、じゃあ1、4の5はほぼじゃあ決まり、1、4、5は確定にしましょう、1の5確定で、はい、大野さん、柳さん、大沢さん、はい、うん、まあ、2、3、6ですよね、6は僕はそうなったら、まあ 山本君、うん、山本君はでもローテ入ると思うんですよ、うん、こうローテ入ると思うんですよぐらいやったら俺6じゃなくて、はい、2位とか行ってみても面白いかもしれない、うん、まあでも開幕日が完全に決まってれば試合見て組み立てることもできたんけど、うん、ちょっとそれが今の状態でこの動画を撮ってる時期でまだ確定が出てないので、うん、日程がどうなるかも、なのでまあそこは一回抜きにして考えてます、はい、はい、2、3、6どうしましょう、でも正直そのメンツったらやっぱり2番目任せられるのは僕は梅津さんかなと思いますけどね、まあ、やっぱり開幕ずれ込むっていうのを一番しっかり考えたら2番手は梅津さんで、去年の後半の働きとケバブ的にはどう、梅津さん、そうですね、調整入っちゃうからね、はい、まあ、なんで梅津さんの調整は言ってるのに笠原さんは入れたの、まあ、そうですね、梅津さんがなんかノースロー調整とかキャンプでやってたりとか、うん、なんか怪我の可能性も考えた時に、うん、その後投げきてんけど、はい、いつけど、うん、で怪我で言ったら笠原さんの方が絶対に、うん、そこはケアせなあかん、そう、多分、うん、一軍で投げて5月とかになるんかなと思うけどね、笠原さんはちょっと上がってきてほしい投手なんで入れたいっていうところもな、希望、はい、期待を込めて、はい、期待を込めて、だったら外せるのは梅津さんしか、うん、そうですね、結構感じ、はい、その枠な気がして、梅津さんを入れるなら、はい、そうですね、どこ、笠原さんのとこで6番
けど、どこですかね、うん、はい、そのまま、はい、はい、そのまま、うん、久保は、久保は3番に置いてるけど、はい、2か3だなって思ってます、はい、うん、2か3ってことはやっぱ3も譲りたくはない。いや、別に大丈夫です、譲っても大丈夫です。はい、うん、でも梅津さん、いや梅津さん、福谷さんはあるかなと思うな。でもじゃあ2梅津さんでいい。はい、一旦そうしまう。はい、はい、大丈夫、ケバブの意見が全く通ってない。いやでも僕次の3は福谷さん、はい、いいと思います。山本くんはローって僕入ると思うんですよ。入ると思いますね。僕入ると思います。今のコンサートとかの使われ方見てると、うん、岡野さんの方が優先度が高そう。でもそこも岡野さんか山本くんか。いや確かにな、で言ったら確かに岡野さんの可能性あるな。まあ福谷さんもそこの三つの前なんですか、ね、あ、それと誰が入ってくれるのと入ってくるとさ、あちらさん、あちらさん世間的には、まあ、吉見さんは僕、ね、はないかなって思ってます。吉見さんが、吉見さん、山井さんはどうやろうか。いや僕山井さんは多分ローテには入らないと思います、ね、僕山井さん中継ぎでいい気がしてます。はい、あです、ね、しかもファームでちょっと中継ぎみたいな調整するっていうのも聞いたんで、うん、山井さんは中継ぎで先発は吉見さんっていう感じが入るとしたら、言ったら吉見さんはもう枠一つ与えて、山本さん、岡野さん、福谷さんで競うってなったら、僕はその3人の中で誰がいいってなったら僕は福谷さんかなって。さあじゃあ、はい、3と6をどうするかやね。はい、はい、うん、じゃあ書いてもいい、ちょっと書いてください。はい、おお、6番を山本君から岡野さんに変えます。お、なぜですか。まあ今の調整状況と、まあ今使われてる優先度で言ったらっていう村の一言と、あとやっぱり生で見た2人が入れてるっていう、なるほど、とこにほぼ1人ですけどね。まあそうだな。何ちゅう笑い方やねん。ツッコめツッコめ。これどっち泣いてる、泣いてる、笑ってる、悔しい。変なの出すなって言ったのに、急に言ったのに、見てたやろ、一人に言われて悔しくて泣いてるやんか、お前ほぼ一人に言われて。久保はどう、この山本君アウトの岡野投手どうも。いや、すごく嬉しいですね。それは岡野さんを入れるっていうのは僕も生で見てたので、まあ生で見てたんですけど、僕はただただ楽しみに行ってただけなんで。もう一回、もう一回上村の三岡野さんのあれ聞いてもいい。あ、でもそれで言うと、はい、正直どっちでもいいんですけど、うん、6枚っていうので見たときに、うん、福谷さんより岡野投手の方が未知数っちゃ未知数、うんうん、それ3早め、まあどっちでも僕の場合は 1,2、うん、が結構硬いと思ってるんですよね、あの価値が、うんうんうん、あの梅津さんはかなり信頼してるっていうのもあるんですけど、まあ、大野投手、柳投手についで僕勝てる気するんですよ、うんうん、そう考えた時に、バランスで岡野投手がそっちなのかなっていう気がして、うん、大野投手、柳投手、梅津投手を100点とするじゃないですか、うんうん、そしたら60点の岡野投手入れといて、で、まあ、小笠原投手80、うん、まあ、福谷投手70みたいな感じで、うん、から1,2,3 の、合計点数と4,5,6の合計点数を同じぐらいにしたい、したいっていう感じですかね、まあ、開幕もちろん、うん、開幕3連戦勝ちたいっていうのはありますけど、開幕の3連戦とその次の3連戦ってもう価値は一緒だと思う、うんうん、まあ、2勝1敗作りたいなって考えた時に、確率でいうとそっちかなっていう感じですかね。それって実際どうなんですかね。その今回開幕ローテを決めるにあたっては、まあ、表ローテ裏ローテを、うん、まあ、同じぐらいの点数にしたいっていうのも分かるんですけど、でどういう今まででもその3枚での合計点数みたいなことを考えたことなかったんで、僕はもう逆で
とりあえず未知数、定数低い方が、まあ、裏ローテなのは6番かなっていう考えに僕はまあちょうど逆になりますね。でもさ、合計点数っていう考え方じゃなかったけど、はい、俺の中ではさ、1,2,3,4,5,6 は同じ確率で2勝1敗になれれば理想やんってなった時に、俺は2が実は一番もうここは落としてもっていう感じですよ、ね、っていうローテを組んだのよじゃあ多数決しましょうか。はい、はい、じゃあ3が、福谷さんがいいと思う方挙手。はいはいじゃあそういうことで、はいはい、じゃあ3は福谷さんで決めましょうか。はい、6を岡野さんか山本君かやな。でもそこでちゃんとやっぱり話をするなら僕は結構ね、早めに山本君を1軍で登板させてあげたいっていうのがあるんですよね。去年やっぱり参照してるわけじゃないですか、うん、1軍経験して、うん、で今年ファームでちょっと開幕始めるよりは1軍、うん、開幕1軍でそれはどの誰のことか山本君のことを考えてる、はい、チームのことを考えでも、いや僕、山本くんでもいいと思うんですけどね、チームのこと考えた上で。やっぱ岡野さんと山本くん、単純に2人比べたら僕は山本くんの方が上かな、評価とか、まあそのイニング、イニング食えるかっていうのも岡野さん、正直分かんないじゃないですか、7イニング、8イニング投げるかっていうのは、まあ、プロの1軍で、そこも全くイニングを食えるっていう観点で言ったら僕は山本くんの方が上の可能性も全然あると思いますし、はい、うん、僕はまあ、スタミナもついてるから、もう6人が7人が8人が投げれる投手になってるかもしれないしな、僕は、それもあるけど、まあ、そこの、なんかね、1軍で山本君、開幕ローテ入れて、ダメやった時に、そこの課題を持ってファームに行ってくれた方が、伸びしろがある気はしますし、ルーキーいきなりローテに入れるよりは、そこ6番で入れ替わった時にルーキー出てきてくれた方が、チームにいい弾みがつく気もするんですよね。岡野投手を取った理由っていうのを考えてみたら、うん、どういう意図で取ってる、うん、で即戦力、うん、そこ即戦力で大学経て社会人行ってる投手と高卒2年目のプロ野球選手ってなんか上なのかな、岡野投手そこどうなんて、いやそこが分からへんから、そこがほんまに分からへん、だからそこの首脳陣の、ここで使わへんかったら取った意味あるのかなって気するけど、戦力投手先発で多分状態いいっていうピッチャーを、まあ、ほんまに情とか一切なく、もうただのゲームのキャラクターとして考えた時にここで岡野さんが入ってない理由って多分そういうことやもんな。ある程度自分で通用するなって思うピッチャーってここに入れるもん、うん、はい、あんまりやっぱりそれを期待して取ってるもんな、うん、そこまでやっぱ分からないっていうのと、そこは競争をして、まあ、実際オープン戦キャンプオープン戦と過ごしてみて、うん、山本君と比べてっていうそこの評価やと思うんですけど、結局オープン戦が全部終わらな、こんなもん話は、うん、僕は山本君の上なんかなっていう気はしますね、その今現状、はい、即戦力とか年齢が上とか、俺は今現状上村の言った通り岡野さん優先的に使ってる気がして、で今のところ失格は出てないかなと思うから、このままいくんじゃないかなと思う、気はしますね。確かにで行った方がチーム的にはやりくりは楽になるよな。でこの6番って岡野さんで行った時、その山本君はそこの入れ替わり枠かスポット戦略っていうイメージですか、岡野ところか谷間なのか、まあ、谷間はこうなったらベテランの人やろうな、多分吉見さんやらないし、そうしてな、そうなったら、まあ、6番手は岡野さんで言ったらでロングリリーフ待機とか、そうですね、僕はロングリリーフ待機で山本投手が全然ありなるほど、やっぱそこの考察は順番、でもロングリリーフは俺あんまりやらせたくない、はい、山本君は下でそれやったら下でみっちり先発やってほしい、ね、8回とか詰め投げてほしいですよね、まあでも多分2軍で開発がないと思うんですよ、僕は山本君は。なるほど、え山本君開幕2軍あります、
これは全然僕は二軍、はい、そうですね、えー、あ、もう二軍ゾーンに入らんのやったら二軍ですよ ね, 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 ね、もう全然でいいぐらい多分中日の中継ぎは弱くない、うん、そうっすね、ロングリリーフもいる、うーん、なんやったら、はい、ロングリリーフを山本君にやらすんやったら俺ロングリリーフはアチラさんでいい、うん、年齢的にもキャリア的にもそれはだから本人のために2軍でスタートさせるってことですか。そうだから、うん、今現状山本君をロングリリーフで使うことが、うん、チームのプラス本人のマイナスっていうその計算した時に俺はどうしてもマイナスの方がでかい気がする、うん、それで調整狂って1年間結局先発できませんでした、うんうん、ロングリリーフ待機でした、ロングリリーフでした、1年過ごしましたってなったらなんか俺は彼のスケールと合ってない気がするな、うん、やっぱり初めて甲子園で糸井さんにインコースギャンギャンついてたあの山本君を見たら絶対に俺はこの子は先発で育ててほしいって思ったから、うん、だから僕の仮に FA 取って阪神に行くことになったとしても、はい、仮の話ですよ、はい、そういう悲しい未来が待ってて、なんやねん結局山本君そうやってエース級にしたのに阪神行くんかいって俺が嘆いたとしても俺はエース先発小さな巨人にはもう匠が見たいと思うから、ロングリリーフは反対、ロングリリーフ反対、反動キラー反対です。まあでも2軍でてかまあ僕でも考えが1個前で、今与田監督に変わってから2軍でしっかり先発結果残したら1軍でも先発使えますよっていう方針じゃないですか。僕考えてたのは2軍で開幕迎えて先発させるより1軍のどの枠でも言ったらいてる方が本人にとっても上なのかなっていう考えやったんですけど、いやもちろんそれもあると、はい、1軍でいろんな言ったらレベル高いバッターと対戦した方が本人にとっていい風に転ぶこともあると思うけど、はい、ただ今の球団っていうかチームの方針がそれじゃないんで、もう2年1年2年先の済ませ方でもいいから、まず1年間先発でやるっていうことを何年かやってから、それでも厳しいようならじゃあロングリリーフで中継ぎの目も探ってみる、その時にロングリリーフで何かを掴んで先発に行かせれるんやったらじゃあ先発で行こうでいいんじゃないかな。まず山本君が1軍2軍かっていうところで僕はそこも可能性っていうか使われ方を考えてなかったんで、そういう風に言われたらすごい納得しますね。確かにこれはそう言われたら2軍でスピンオフ山本拓海君は1軍か2軍か今のでちょっと僕はしっかり自分の、考えがまとまりました。はい、はい、開幕6番手は岡野さんで、うん、はい、うん、そうですね、今のでしっかり論破納得しました僕大丈夫、早く終わらせたとかじゃない、はい、いえもう自分の思っている考えは全部喋って山本君の使われ方とか、山本君のは上やったと思ってたっていうことも喋って、まあ、使われ方、まあ、優先的にやっぱ岡野さんが使われるんじゃないかなっていうその理由とその、まあ、試合の、ね、うん、まあ、成績というか残してる、まあ、成績ですね、結果を見て、まあ、そうなのかなっていうふうに思わされる部分があったので、はい、はい、じゃあ、いいね、はい、はい、さあ、はい、というわけで、うん、我々アニマ昇竜会による開幕ローテ予想が決まりました。やりまーす。アニマ昇竜会流開幕ローテはこれだ。じゃん、バーン。1番大野投手、うん、2番梅津投手、うん、3番福谷投手、うん、4番柳投手、うん、5番小笠原投手、6番岡野投手。よいしょ。ね、この全勝ローテだ。全勝ローテ開幕6連勝いや12連勝24連勝と伸ばしていっていただきましょう。というわけで皆さん、この開幕ローテが合ってるかどうかぜひお楽しみに。ドラゴンズ、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 おいおいおい。
おい